皆さんこんにちは、アロマサロンエンパワーの宮里です。今日は5月のポムのオレンジについて、はい、話したいと思うんですけれども、オレンジはもう本当に誰もが使いやすいし、持ってて本当に損しないというか得するというかっていう、オレンジよく使う。オレンジはいろんなものに入れてるね、うんうん、私はなんかよくクッキングとかで、うん、クッキングというかお菓子作りとか、あとはまあなんだろう、スポンジケーキだったりとか、うん、生クリームともすごく合うので、この焼き上がったなんか柑橘系ってクッキングの中に入れちゃうとちょっと飛んじゃったりとかするので、香りとかが飛んじゃったりするので、できたもの、例えばチョコレートでもいいし、あとはさっき言ったそのホイップクリームだったりとか、ケーキだったとかに垂らして食べるといい、うん、うん、そうだね、香りをとても感じるね。で、なんか多分前にも話したかもしれないですけど、なんか私ある時にアロマクラスで芋天ぷら、うん、芋天ぷら大好きなんですけど芋天ぷらに、芋天ぷらってお惣菜じゃないですか、でもそのお惣菜にオレンジを垂らすとなんかスイートポテトみたいになるんですよね、うん、だからそれをなんか味わってほしくて、このお惣菜からスイーツになるよみたいな感じで味わってほしくて、一時期もうしょっちゅうアロマクラスで、うん、芋天ぷらを揚げてて自分も食べて気持ち悪くんで、あれから食べてないほぼ食べてないかもしれないなって思うぐらいちょっとやりすぎちゃったんで、まあでもこの変化が面白いなって、うん、お惣菜がスイーツになるっていう、うん、なんかじゃあいいなって思って一応おすすめです。ただ食べ過ぎないようにで、いつものように私がこれ大好きな本なんですけれども、この、エモーションズのこの心と体を癒す精油っていう本の中からちょっとオレンジについて、ね、話したいと思います。豊かさの精油とここには記されています、はい、気持ちを明るく元気にさせるオレンジの香りは広くさまざまな心の問題に取り組みます。豊かさを呼び起こし創造性を育み、うん、ポジティブな気分を支え、肉体に流れるエネルギーを回復させる助けをします。意向や変化を支えます。またインナーチャイルド、内にある子供のような純粋な心と再びつながり、自発性、楽しみ、喜び、そして遊びを人生の中に運んできますということで、はい、オレンジは本当になんか例えば変な話、怒りとかある時も、うん、心をちょっと穏やかにするのをサポートするので、うん、ある、介護施設にすごく怒っている男性の方がいて、まあ、体の、ね、銃も効かないしで、いろいろちょっとたらい回しにされてた方がオレンジをこう毎日使うようになって3日ぐらいで落ち着いたっていう、うん、なんか話もあります。あとは子供がお友達ができないっていう悩んでいる子供が先生のところに行って、その先生がドテラを使っていたのでオレンジを垂らしてあげると、なんていうんだろうな、そのみんながいい香りって言って、まあ低学年だったんですけどね、うん、いい香りって言ってその子に寄ってきてお友達ができるようになったっていうふうにね、うん、聞いたことがあります。オレンジはまあ、元気にさせるっていうのもあるんですけれども、落ち着かせるっていうのも両方私は体験しています。でその肉体に流れるエネルギーを回復させて意向や変化を支えますっていうことなので、まあ、4月から新しい、ね、年度が始まったりとか、うん、新しい会社、新しい部署に移動したりとかするときに、本来の自分のこの、うん、ある姿というかを思い出させてくれるので、うん、自分の心に素直に従うことができたりとかっていうのがあるかなって思います、うん、オレンジは豊かさの真の意味を教えてくれます。何かが足りないと心配する傾向があれば手放す勇気を与えてくれます、うん、恐怖、神経質、柔軟性の乏しさ、
仕事中毒、ユーモアの欠如や十分にないという信念が複雑に絡み合っている不足を基準にしたものの見方を解消することができるでしょう、うん、だから毎日の生活の中で自分は幸せじゃないとか、うん、何かが足りないとか、これがないと幸せじゃないとかっていう考えがある人がいたら、その毎日の中でたくさんものがあったり、うん、幸せがたくさんあるよってことを思い出させてくれるのもあるのかなって思います、うん、あと笑えないとかね、うん、いろんな辛いことがあってっていうのもサポートしてくれるかもしれないですね、うん、オレンジは自然界では当然のことである限りない供給を思い出させてくれるのです。オレンジのような果物の木は必要としている人すべてに自由に与えるという気前の良さを持ちます、うん、いいね。私たちに報酬という考えなしでただで与えることを教えてくれるのです。実際にはいつも十分な量がみんなに行き渡っているのです。そのため蓄えとして溜め込む欲求を手放すように励まします、うん、って書いてあって溜め込もうと思ってましたオレンジが今なんかこの不足しているこのブラジルとかで、ね、ニュースでやってたんだよね。でもちょっとさっき記事見直してみたら、うんうん、ハリケーンとか、あと害虫っていうのかな、ね、オレンジにつく虫とかが発生していて、うん、結構ね不足してるっていう不作っていうのかな、うんうん、なんかオレンジジュースの業界では、うん、このブラジルからオレンジがちょっと輸入できないとか、うん、まあもしかしたらエッセンシャルオイルは皮なので、うん、大丈夫かもしれないですけど、うん、でもいつその何が起こるか分からない。特に沖縄は何かあった時にこの輸送の問題が出てくるので、うん、ちょっと溜め込もうとしてました買い込もうとしてるまたオレンジは生まれつき人がそれぞれの持つ創造の感覚を助けます。問題や議論の解決のために制限のない自由なインスピレーションを与えます。恐れる必要はありません。オレンジは子供のようにすっかり成り行きに任せて本質の自己から生きることを進めてくれます。本質で私たちは十分豊かなのです。分かち合うこと、遊ぶこと、リラックスして落ち着いていること、そして人生の恵みを楽しんでいること、これらすべてはオレンジが与えてくれる贈り物なんです、うん、っていうことで、創造性の仕事、うん、デザインだったりとか、まあ、YouTube でもそうかもしれないんですけど、オレンジを使ってそのどういうことをしたいかなとか、この作り上げるときに、うん、使うといいですよね、うん、オレンジはただね、今話があったと思うんですけど、で動画見てる方は大人の方が多いと思うんですけど、難しいことは考えずにただただボトルを開けて、ただ一滴こう垂らして、うん、今二滴いっちゃったけどでただ本当にただ香ってもらいたい、うん、いい香りだなって、オレンジのいい香りリラックスする、ね、うん、まあ、元気にもなるかもしれないんだけど、うん、まずはリラックス、あ、うん、いい香りって感じるときって、うん、副交感神経が高まるので、うん、まずリラックスして、その後になんか、うん、こう安心感、私は安心感とか、うん、あとはエネルギー、やっぱりその後にエネルギーが湧いてくるような感覚がありますね、はい、うん、なのでその笑えない、疲れてる、心が疲れてるとかっていう時にはぜひ使ってほしいし、うん、仕事好きじゃない仕事、なんだろう、生活のために働いてる人もいると思うんですよね、うん、で本来はそこあんまり好きじゃないけどやらないといけないとかっていう時にも、オレンジを香りを楽しんでから仕事をやるっていうのもすごくいいかもしれないです ね、うん、まあ、好きな仕事をやってたとしてもちょっと時間が長くやってて体がきついなと思った時に、うん、気分転換でリフレッシュでやってもらうとまたやるぞっていう気持ちになれるかなと思います、うんうん、ね、まあ、私の大好きな組み合わせはブレンドするんだったらオレンジとペパーミントを、ね、私がすごくいつもよく言ってるんですけど、オレンジ2に対して、ペパーミント1、そうするとペパーミントのちょっと鋭い香りというか、うん、それがオレンジによってこうまろやかになっていくので、うん、それをやると、なんだろうな、こう元気にもなるけど
リラックスもできて、もっとさらに集中力も高まるって、私はそんな、うん、単純に香ってるの、まず、うんうん、そうそうそう、うん、でなんかちょっと元気ない人にその割合と、うん、であのブレンドを作って、うん、あの差し上げるってことをねよくやってます、うん、あのすごく喜ばれますね。はい、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。